えー、一応、ま、パソコンの動き方とかはそうだったんですけども、その、先ほど、春山生骨院、その電波で淡い芸術家の頭の中を探っていて、春山生骨院、今ま、電気ついてない状態で、あの、人はいない状態なんですけども、それ確認したらね、えー、パソコンがちゃんとまた動き始めるとか、こういうふうなね、あの、作動の仕方してるんですよ。 アハレム骨院を追い払ったら、えー、そこ、ここでね、えー、話ができると。まあ、こういうふうなあことだったんですけども、あの、いや、あまあ、の人たちとかを含めてですよ。で、コンピューターはそういうふうに稼働してる可能性があると。で、一番最初にそれ言い始めたのは、どこの誰かよくわからないです。もしかしたら209号室の奥田さんかもしれません。えー、テレビ朝日の、えー、 社長会長の早川さんと一緒に10年以上前なんですけども神戸地方裁判所のかなり大きな法廷のところで宝塚音楽学校のいじめ事件といいましょうか虐待事件といいましょうかそういった内容の法廷の傍聴席に2人。 横並びで座って,いて話をしていたんで、まあ、顔見知りみたいなようです。ただし209号室で入りし始めたら、まあ、大体もうとんでもないことになります。もうこの件でね